大変好きなカメラだったんですけどもドナドナすることになりましたはいどうもこんにちはジェット大輔です、えー、こちら今手にしておりますのがニコン DF シルバーのものですね、えー、レガシーなデザインのね大変人気のカメラでね私個人的には最後のフルサイズ一眼レフカメラだと思っております私個人にとってはですよ最後のフルサイズ一眼レフカメラ デジタルの。そしてこちらのレンズがですね、AF2 コール 20mm。20mm という超広角ですね。20mm の F2.8 というね、割と明るめの 20mm 広角レンズですね。えー、この2つをドナドナしようかなと。要はですね、買い取りに出そうかなと思っております。なぜでしょう まあお金が欲しいからなんですけども、え、これを買い取りに出して別のカメラを買おうかなと。私大変ね、このニコン DF は気に入ってる機種でありますけどもね。まあ今いい,いい機会だからね。マップカメラがね、いろいろキャンペーンやってるもんね。キャンペーンというか、セールをやってるからね。いつもこの時期はね CP、CP プラスのカメラが動く時期だからね。 マップカメラのね、結構いい買い取りとかね、いいセールとかやってるわけですよ。別のカメラに買い替えるんだったら今だなと。というわけでね、このニコン DF。それからね、あまり、あまり使わなくなっていた、この 20mmF2.8 というね、超広角をね、売ってしまおうかなと。まあ、寂しいもんですよね。売るとなるとね、 私、これ、大変気に入っておりましたからね、あの、秋篠宮様のね、えー、ニュース映像で、これをね、使ってらっしゃる姿がね、映っておりまして、えー、それを機にね、こう、盛り上がったわけですよね、一回ね。で、私、その時にね、買いましたよ。いいんですよね、この軽快なシャッターがね、はぁー。 まあ私基本的にはですね、一眼レフカメラね、他社のものをよく使っておりましたけどもね。まあこれに関してはですね、もう他に替えが効かないものですよね、このデザインでね。この使い勝手ってね。FM2 が元になってるんでしたっけうちにあるフィルムカメラが FM3A なので、結構デザイン的にも合ってるし、 まあ操作性はまあ似てるとは言い難いけどもね、デザイン的にはね、すごく似ててね。やっぱ好きなんですよね。特にこのシルバーの筐体が好きでね。FM3A の方もね、シルバーの方持ってるんですけどもね。いやー、見てよし、使ってよしっていう感じですよね。本当にそう。見ていいんだよね。 ちょっと、やっぱりさ、デジタルだからさ、いろいろ分厚くはなっちゃってるんだけどもね。分厚くなってしまってるのがなんか、やや残念ではあるんだけどもね。はい。まあ、それでもね、これのためにね、黄色いストラップ買ってね、FM3A の方ともね、合わせてね、 これ統一して使ってたりしたんですけどもねまあ残念ながらやっぱりね背に腹は変えられないお金がないとね、えー、やっぱりドナドナすることになってしまいましたよ、えー、ということでね今回はねこの組み合わせでニコン DF と、えー、AF ニッコールの 20mmF2.8 というね超広角レンズこの組み合わせで撮ったスナップ的なものをね ちょっとだけ振り返りでご覧いただきましょうかね。なかなかないよね。20ミリで撮りましたよっていうスナップをね、振り返ることっていうのがね、えー、最近そういうことはあまりやってなかったので、じゃあ見てみましょう。じゃじゃんと。はい。やっぱ広いですね。えー、僕は最近ね、35ミリから58ミリぐらい、そのぐらいをね、やっぱ標準域を主に使ってますんで、えー、超広角っていうのはね、あまり 出番がなくてね、えたまに使うとね、えー、使い勝手があまり良くないというかね、使い方に困ってしまうというかね、だからね、えー、ノールック撮影今回ね、お見せするものでもね、すごく多いですね。えー、ノールックでも広いからね、広いレンズだからね、そこそこ映るしね、水平さえなんとか、なんとか合ってれば、えー、見れる。 という感じにはなるかなと思います。ほんとそうですよ。水平さえどうにか合わせておけば、合わせておくっていうか、ノールックで何発か、えー、打ってみて、水平が合ってるものがあれば、まあ、なんとなく見れるものだったりはするんですよね。やっぱね、ノールックで大切なのはね、その構図云んんよりもね、タイミングですよね。 電車が走ってくるとか、人が通るとかのね、タイミング、そこをうまく合わせてね、パシャッといければね、いいものができるんじゃないかなと思います。夜撮ってもね、あの、F2.8、開放 F2.8 と明るいレンズなのでね、まあまあ、そこそこ、夜でも絵になるかなと、ノイズ少なめで撮れるかなという感じはしますね。玉ボケはシャボン玉ボケでね、 えー、まあでも玉ボケ自体はちっちゃいからな。なんとも言えないけど。でもいい玉ボケだなと思います。あとね、えー、生、7枚バネか。絞りバネが7枚ということで、こういう感じの工場が出てきます。はい。ということでね、なかなか面白いレンズだと思いませんかやっぱり2 0ミ、mm、リもあるとね、えー、変な形の建物とか近づいて撮るとね、えー、もっと変な形の面白いパースがつくわけですね。 はい、それで、このカメラ、ニコン DF と 20mm レンズ、ニッコールレンズを売って、売却して、代わりに何を買うのか、実はさっきから見えております。見えておりますよ、ここに。はい。あ、見えてなかった、映ってなかったわ。チュ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 チャンチーン。で、でももう買いました。もう買いました。ニコン DF。 えー、はって思ったは <laughs> って思った方も多いかもしれませんけども、ニコン DF をこれ売却します。ね。今から売却します。やっぱりね、デザインが売りのカメラですからね。デザインが魅力のカメラですからね。自分でつけた傷だったらまだしもなんですよ。自分の歴史だったらまだしも、なんかね、 買った時から傷がついてたっていうだけだとね、ちょっと悲しい部分があるんで、今回、マップカメラのセールでね、備品を見つけたのでね、美しい品の方の備品、それを見つけたのでね、購入いたしました。じゃあ開けてみましょうか <laughs>。開けてみましょうかって言っても、同じカメラが出てくるだけなんだけどさ、え。ー 保護フィルム買ってないんだよ、まだな。保護フィルム、保護フィルム買ってから使うことにしよう。はい <laughs>。きれい綺麗だね。うん。はい。はい。ということで、えー、2台揃うのは今日までです。えー、今日これからね、荷作りして、えー、送ります。はい。以上です。 あ、そう、だから、ねえ、ニコン DF を売ってニコン DF を買ったと、そういうお話でございました。